リュンポスの神々は私を見捨てた。もはやこれまでだ。そしてクレイタスはギリシャで一番高い山から身を投げた。10年に及ぶ苦難、10年の絶え間ない悪夢、それがついに終わりを迎える。死こそが狂気から逃れる術なのだ。だがこれが彼の本当の運命なのか。クレイトスはかつて神々の戦士であった。化け物ども、霊界の奥底へ送り返してくれる。壊され、俺たちはもう助からん。たとえお前、無残に殺された犠牲者は彼の眼前に横たわる。それは彼自身の過去、逃れぬ過去を呼び起こす。彼を慰めるのは海だけだった。オリンポスの神々のために港から港へと終わりなき航海を続けることが彼に残された希望だった。どれだけのワインを飲もうと、どれほどの女を抱こうと、心を苦しめる恐怖から逃れることはできなかった。
10年だアテナ。私が神々に仕えて10年になる。いつになればこの悪夢から解放してくれる。では最後の使命を与えましょう、クレイトス。最も困難な使命がアテネで待っています。そこでは私の兄アレスが町を包囲しています。アテネは存亡の危機に立たされているのです。アレスの望みはあの町を滅ぼすこと。ゼウスは神同士が戦うことを禁じています。だからあなたでなければならないのです。アレスを倒すには神からの力を受けたあなただけが頼りです。もし私がこの使命、神を倒せればあの悪夢は消えるのか。この使命を果たせれば過去の行いは許されるでしょう。信じなさい。神々は約束をたがえることはありません。ヒドラの朽ちた死体を残し、クレイトスは再び出航した。彼の最後の試練、そして膨れ上がる狂気からの解放が目前の古代都市アテネにあるのだ。神の力を解き放つのです。アフロディーテ。クレイトス、神々はあなたの働きに満足です。しかし今のあなたの力ではアレスの手下どもに勝つことはできません。
この私が敵を石に変える魔法の力を授けましょう。ただし簡単にはいきませんよ。メデューサ、ゴルゴンの女王、あれの頭を奪うのです。それと引き換えにあなたに魔法の力を授けましょう。この魔法を使えば立ちはだかる敵を石に変えることができます。恐れてはいけません、クレイトス。私がアテネの神官です。アレスを倒す助けとなりましょう。東にある神殿を見つけなさい。そうすれば神を倒す術を教えます。Thank you.
クレイトス、ここからの旅は危険に満ちています。しかしアテネを救うために成し遂げねばなりません。パンドラの箱の話を聞いたが、実在するのか？存在します。それは人間が用いる最強の武器です。その箱を使えばアレスを倒せるのか？それがあれば多くのことが叶います。故にその箱は死の砂漠の向こうに隠されているのです。砂漠を安全に渡る道がありますが、それを見つけられるのはセイレーンの歌を聴き、それに従う者だけ。セイレーンを探しなさい。タイタン族のクロノスへと導いてくれます。タイタンの生き残り？クロノスは最後のタイタン。ゼウスは永遠に砂漠をさまようよう彼に命じました。パンドラの神殿を背中にくくりつけ、渦巻く砂が彼の骨からすべての肉をそぎ落とすまで、セイレーンの歌に従うのです。クレイトス、あなたの旅が始まります。無事アテネに戻るよう祈ります。パンドラの箱とともに。歌声をたどってセイレーンを探すのです。セイレーンを倒せば砂漠を抜けられる道が開けるでしょう。タイタン族の最後の生き残り、クロノスが砂漠から現れた。その背中にはパンドラの神殿をいただき、秘宝を求めてやってくる者全てに挑む用意をしている。山中矢をかけてクレイトスは切り立った崖を登った。彼は知っていた。パンドラの箱を見つけ出すか、さもなければ呪われた神殿の中で死ぬか、人間の世界に二度と戻れぬことも。
アルテミス。クレイトス、さらなる望みがあります。お前はブレイズオブカオスを使いこなせる。しかしそれだけでは使命を果たせません。私の剣を授けましょう。これはかつてタイタンを倒したもの。これを使いお前の使命を果たすのです。これがブレイドオブアルテミス。この剣を使い敵を倒すのです。神々と共に生きなさい、クレイトス。オリュンポスの名のもとに。
Thank you.
デス。見事な働きだな、クレイトス。だが今の力では目的を果たすことはできぬ。我が軍勢を与えてやろう。それは死者の魂。お前の味方になり戦うだろう。この魔法を与える。この力を使い敵を倒すがいい。働きです、クレイトス。ですが気をつけなさい。巨大な神殿の上に登ったら最後。パンドラの箱なしでは戻れません。それがオリンポスの神々だけでなく、建設した人間の狂気をも称えていると知った。神殿の下層階は聖地だとはいえ、上で待ち構える者は最強の戦士をも苦しませるであろう。
クレイトスはハーピーが警告のために使わされたことを知っていた。彼は長きにわたって神に仕えていたからだ。警告はかつての主人からのものであった。それは彼が蛮族の手にかかろうとした時からだったのか、彼自身を救うために全てを捧げた時からだったのか。アレス！空が二つに分かれ、戦いの神が姿を現した。オリンポスから降りてきたのは人間の姿をした神であった。アレスはクレイトスを救い、彼を完全な戦士に、そしてしもべとしたのだった。必要なものは簡単な誓いだけであった。我が命を捧げよう、アレス。今日この日よりあなたの意志に従おう。彼の運命は決まった。約束通りアレスは彼の新しい信奉者を救った。神の力を振るって、アレスはクレイトスの敵を皆殺しにした。クレイトスには新しい神の使いにふさわしい武器が与えられた。冥界の奥底で鍛えられたブレイズ・オブ・カオス、ひとたび身につければ肉に食い込み、身につける者の体の一部になった。それはクレイトスの誓いをひとときも忘れさせぬものであった。その見返りは究極の力だが、すぐに彼はその力の本当の代償を知った。それは払い切れるものではなかった。哀れな獣め、お前を使わせた者は知っている。主人のもとへ帰れ。私がもはやしもべではないことを伝えろ。私がいる限り平穏は訪れぬ。箱は必ず手に入れる。そしてそいつを使い、お前をおののかせ、ひざまずかせてやる。
ンドラの箱をアテネに持ち帰るのです。箱なしではアレスを倒せません。Thank you.
クレイトスは死の砂漠を渡り、パンドラの神殿の危険な罠をかいくぐり、冥界から脱出した。しかし、まだ一つやるべきことが残っていた。ゼウスよ、自分の息子の力を思い知ったか。あなたはアテナを贔屓しているようだが、彼女の都市は私の眼前で廃墟となった。そして今やパンドラの箱さえ私の手中にある。こいつを使ってオリンポスを攻めてやろうか。クレイトス、冥界から戻ってきたというのか。これがあなたにできる最良の方法か。戦いの神である私を倒すためによこしたのはこの壊れた人間か。数千年の時を経て、パンドラの箱はついに開かれた。神々の力が解き放たれたのだ。お前はただの人間に過ぎぬ。かつて私に命乞いをした人寸分たがわず弱いままだ。私はあの人と同じ人間ではない。私はお前が作り出した怪物だ。お前は本当の怪物というものを知らないようだな、クレイトス。最後の稽古をつけてやろう。仕方を幾通りも教えたはずだ。肉体を焼き、骨を砕く。だが精神の崩壊こそが真の破滅なのだ。この場所がわかるか、クレイトスよ。お前が最大の過ちを犯した場所だ。過去の行いを取り消せる機会があるだろう。クレイトスを10年間悩ませ続けてきた悪夢がそこに実体化していた。過去が彼の目の前にあった。クレイトス、何があったの？ここはどこ？神々よ、これは現実か？家族を守る。
ガーレスよ。一度は奪われたが、二度と手出しはさせん。家族を救うことはできぬぞ、クレイトス。お前は究極の力を求めて家族を捨てた。何かを得るには相応の代償を払うのだ。代償ではない。家族を死なせたくなかった。代償抜きで私の力がやれるものか。それにお前は神である私を拒絶した。もうお前には力も魔法もなくなる。お前に残されたのは死のみだ。そんな嘘だ。またなのか。私に従っていればよかったのだ、クレイトス。さらに強くなれたものを。あれはまだ終わりではなかった。神々はクレイトスに最後の切り札を用意していた。私にはまだオリンポスの神々がついている。アレスよ、今こそ私の強さを見せてやる。救ったのは私だ。お前が助けを求めた時に。忘れるものか、アレス。お前がどうやって俺を救ったか。あの夜、私はお前を最強の戦士にしようとした。それは成功だな。クレイトスは不可能を成し遂げた。人間が神を倒したのだ。アレスは息絶えた。町は守られた。そして再び栄えるだろう。だがクレイトスはそうはいかなかった。神の助けを借りて魂の再生を求めた彼に今真実が明かされる。アテナ、あの忌まわしい悪夢がまだ消えぬ。よくやりました、クレイトス。我が兄が死んだとはいえ、あなたに恩を感じています。あなたの罪を許すとは約束しました。それは守ります。しかし悪夢を消すとは約束していません。神といえどもあなたの忌まわしい記憶を拭うことはできないのです。結局過去の幻影を消すことは不可能だと知ったクレイトスはエーゲ海を見下ろす断崖へと向かった。オリュンポスの神々は私を見捨てた。もはやこれまでだ。そしてクレイトスはギリシャで一番高い山から身を投げた。10年に及ぶ苦難、10年の絶え間ない悪夢、それがついに終わりを迎える。死こそが狂気から逃れる術なのだ。クレイトスの運命はそこで尽きなかった。神々には別の思惑があったのだ。羽が舞い上がるがごとく、クレイトスはその身が地上へと引き上げられるのに気づいた。あなたはまだ死ぬべきではありません。神々はかような大業を成した人物が自ら死ぬことを許しません。
アレスは残忍すぎました。彼の行為を止めねばなりませんでした。しかし彼のいない今、オリンポスには新たな戦いの神が必要なのです。この階段を登りなさい。あなたの未来が待っています。それ以来ずっと、その理由がどうであれ、人間が起こす戦いにはかつて神を倒した人間の眼差しが向けられている。彼らは新たなる戦いの神、ゴッド・オブ・ウォーとなったクレイトスに操られているのだ。